ラリードイチュラントはドイツで開催される世界ラリー選手権の一戦。ラリードイツまたはラリージャーマニーとも呼ばれる。第1回はドイツラリー選手権として1982年に初開催。2002年からは WRC の一戦となる。フランスやルクセンブルクと国境を接するドイツ西南部を舞台に開催される。2016年まではこと トリーアを中心に開催され、スタート、フィニッシュ及びスーパー SS は、世界遺産のポルタニグラ周辺で行われた。2017年は、トリーアから 60km 離れた、ボスタール勢にサービスパークが移動した。ヒンケルシュタイン路面はターマックだが、もともと3つのラリーを統合して生まれたイベントである、ため、エリアよって、舗装の特性が全く異なるという難しさがある。 ドイツワインの産地として、有名なモーゼル下半では急勾配のブドウ畑を縫う、細い農道を失踪し、サイドブレーキを使って曲がるヘアピンコーナーも多い。バウムホルダー軍事演習地内のパンツァープラッテは、荒れたコンクリート路面で滑りやすく、戦車の脱輪防止用として路肩に埋め込まれた、ヒンケルシュタインという大きなブロックに触れると、大ダメージを受ける。 森林や野原をめぐるフラットな高速ステージでは、ところどころに星草の俵を置いた主インが設置されている。イベント期間中は天候が不安定で雨が降るとより難易度が上がる。そのためただプッシュするだけでなく、冷静に路面を読んだドライビングと技術が要求される。WRC 昇格以降、セバスチャン・ローブは2002年にここで WRC 初優勝を挙げて、 以来最も得意にしてきた。ありがとうございます。